今日は珍しい梅の湯の水曜日です。普段休みなんですが、今週は金曜日が市内の銭湯一周のために珍しく空いてる梅の湯さんに来てみました。こんにちは。こちらバンダイのお母さんです。どうですか今日は。あ、そうですか。4万人も来てますか。では貸し切りのような状態のお風呂に行ってみたいと思います。入ります。いや、大きな富士山が見える男湯です。画面を拭きます。ここは座りながら入れるちょっと弱めのジェットバスが出る泡風呂です。これは僕の大好きな超強力なジェットバスです。これがなければ僕の腰と肩崩壊してます。で、毎日違うお風呂です。暑いので僕はあまり入りません。今日は浅摘み1号場だけでいいです。このまま脱衣所を通り、今度は露天風呂の方に行ってみたいと思います。今日は面白い露天風呂なので、普段だったら電気がついてるところに行くんですが、今日はこれを使って探検のように行ってみたいと思います。特に意味ありません。はい、なぜランタンを持つ必要があるんでしょうか。面白そうだからです。はい、うわ、今日は寒い。しかも真っ黒で何も見えませんが、ほら、ランタンの光で見えた。今日はなんと頼めばランタンでお風呂が入れます。じゃあここに置いて見てみましょう。どうですこの風情のある温泉は。なんかよくわかんないな。でも、あったかいのはなんか感じてもらえるかと思います。どうやればお風呂が映るかな。うわぁ、危うくお風呂に落ちかけました。これに置いちゃおっか。どうでしょう。全然わかりませんね。以上、梅の湯でした。